達也三つぐ A です。よし、めちゃくちゃやん、めちゃくちゃテンポが合わなくなったな。井口、はい、さん久々じゃないですかね。久々、俺試合前そんなに会ってなくて、会ってないよ。試合あったと思ったらまた試合後ちょっと空いてるから。確かに、いや、まあありがたいことにね、こう試合終わってからもうちょっと忙しくて、まあ、改めて、まあ、おめでとうございますって。いや、ありがとうございます。いや、本当勝ってよかったよ、ね。まあ、勝って、YouTube にね、戻ってくれたというか。いや、本当そうだよ。本当天と地だなっていう。いや、もう本当そうだよ。格闘技って、マジで残酷よ。マジで残酷。マジで思った。負けたらもう全て今までやってきたからうまくいかないし、うん、勝てば、まあうまく全部いくし、ね、まあ、本当にシンプルで分かりやすいよね、はっきりしてる。うん、まあ、そこがまた面白いところでもあるし、うん、まあ、面白いところでもあるんだけどね。めちゃくちゃやな。まあでも1試合で本当に大きく変わる、変わる世界だよね。本当変わる。だからやっぱ最初の頃よりどん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 こうプレッシャーがすごい、めちゃくちゃ苦しいもん試合前。もう本当にやめたいと思う。ただこう思った時に、まあ近くにこうタケルがいるじゃん、俺よくタケルのことこう思うんだよ本当に。うん、思うと なんて言うんだろう、なんか俺でさえこんな苦しいのこう背負ってるもんとか、なんかこうプレッシャーがグーってなって、うわもう本当にきつい、もうやめたい、うわもう戦いたくないって思った時に、これタケルだって どんだけすごいんだと思って、負けた場合ね、うん、天心戦が控えてる、試合が決まっとる中でこう負けたら全部が崩れるわけじゃん。それを見て、ああまだ俺別にこんな悩むことねえなみたいなのはずっと感じとったね。ほんとそれがね、力にはなってますよ。はい、まあ、ということで、はい、まあ、今日はあの前回の試合の試合解説をしていきたいなと思います。おお、まあ、YouTube にあの K1 の公式チャンネルからあの試合がもうこう上がったんで、まあそれを見て試合解説をできたらなと思います。まあ多分もう見てる方とかね、たくさんいると思うんですけど、達也のさ、生の声をね、やっぱ聞けるのが一番いいと思うし、ここどうだったのとか、セコンドでタケルがこう何を言ったのとかね、そういう、どんまいふざけんか、俺が何や、おうおうおう、どんまいモーメスみたいなね、おう、動ちゃうでよ、お前おう、動、おう、動、その、達也のね、聞きながらふざけんなって。いえいえいえ、ということで、じゃあ、試合動画を見ていきましょう。よしよしそっからね、おどう、体的にはでかいなって感じた？いや、全然俺の方がでかいと思って。そうだよね、パッと見でそうだよね、達也もでかかったよね。あのね、今回ね、ちょっとね、あのリカバリーもめちゃくちゃうまくいったんだよね。そうそう、あ、ね、だから当日ももうあの5キロ以上戻って、めっちゃ体のコンディションが良かった。今回会場もでかかったからさ、入場も結構気持ちよく出てこれたよね。超超気持ちよかった、超楽しかったし。俺これさ、何回か見たんだけど、すごい思ったのが、序盤解説もそうだけど、もう江川選手の話でいっぱいだったのよ。いや、ほんとそうだよ。もう悔しいけど、全部江川選手の話じゃん。だし、もう解説 もう向こう寄りじゃん。そう、完全に。ちょっとムカつくわと思って。まあ元チャンピオンってもあるしね。まあまあ、でもそれはしょうがないけどね。まあ一発目今、ワン、ツー、スリーぐらいもらったじゃない。その時、印象どう？いや、もう全然。あの、あ、いけると思った、うん、軽いなと思って。あ、ほんと？もう手打ちだなと思ったし、全然聞いてないなと思って、だから一発とりあえず強いの打とうと思って、俺ワンツーから入ったんだけど、この江川の距離だと思いますねっていう声も全然江川の距離じゃないからって思ってたの。どっちかというと俺の距離だったし。で、あとね、このカーフね、カーフはもうめちゃくちゃめっちゃ入りやすかった。もう 狙い通りだった。前重心だし、聞いてるなって感じはあった？聞いてるなって感じはあったし、もう入ったし、やっぱプレッシャーがね、圧がやっぱ達也はあるからね。その圧力ではもう絶対負けたくないし、下の階級だったし、もう江川選手こう51個前の階級の時は圧があった時は強いんだけどね、こう下がったら絶対何もできないと思ってたの。だからもう絶対下がらせようと思って、前に出る選手って下がったら何もできないから、上ここも慌てない、俺は最初は。ただここは深追いはしません、大岩達也です。平子さん、結構大岩は慎重に慎重
回転がナイス、はい、回ると止めこのボディとかはもう全然大丈夫、ガードの上からだったし、結構いつも以上に蹴りもさちょこ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 ね、いやもう練習したからね、本当に、うん、もう試合前から言ってたもんね、ずっと組み合わせてたじゃん、試合前から、うん、絶対ね、足利く、ね、足利くし、これ今来い来いっていうのは、いやもう楽しくて、あもう楽しかったんだ、そうそう、しかも笑顔こう強いの打ってきたから、うん、あもっと来いと思って聞かねえぞみたいな、でもこのストレートいいよね、入るね、おーうわそう盛り上がった、いや、なんかね、安心、なんかいつも以上に安心して見てられたというか、いや、俺はもうね、めちゃめちゃ緊張してよここ、もうここみたいな、ここ勝てばっていう、あなんかそう、ね、早く終われ試合みたいな感じ、あまあ、なんか始まる前、なんかすごい緊張したけど、意外とやり始めたら、なんか達也のなんか、まあ、余裕じゃなかったんだろうけど、なんか冷静さがすごい伝わってきて、意外とね、安心して見てた。そう、でもね、今回の試合は本当そう。みんな、そういう声多い。うん、なんか安心して見てたっていう声が多いね。いつも緊張してするんだけど、うん、今回は安心して見てたっていう。この時、タケルは何て言われたの？その1ラウンド目終わって。いや、もうあの、今の感じでいい感じって言って。うん、それも達也のペースだからって言って。うん、で、俺は、全然俺的にまだ圧力かけてないイメージだったの。うん、だから俺はここで、もっと圧かけていいって言ったの。それやっぱ2ラウンド始まってこんぐらいから解説が結構今度逆に達也寄りになってきてる感じがして、あそこのローキックのカットね、ねすごい褒めてたね、やっぱ実際どういう感じだったの、そのローのカットって何が良かったの、うん、いやもうだからこう俺も江川選手もこう前重心だからカーブ変えると思ったの、うん、で俺も前重心だからカーフが絶対狙われるの、うん、もうそれ分かっとったから、うん、カーフ狙われるの分かっとるからカーフのこのディフェンスはすごいね、うん、練習した、あもうマサオ選手も3回ぐらい行ってるもんね、そうで俺結構ねもう俺のこう戦い方的に相手が狙う場所って大体もう俺分かってるの、うん、分かってるつもりで戦ってるの、うん、絶対俺のこう重心だったらカーフキック蹴ってくるし、うん、それこそ顔面膝蹴ってきたりとか、うん、俺が前重心だから、うん、とかもう分かってるからそれに対しての相手にわざと打たせてのディフェンスっていうのはすごい意識して練習した、うん、結構割と分析してんだね、やっぱいや俺ねそうだね、めちゃくちゃしてんだよ実は、みんなバカバカ言うけど俺結構実は分析型だよ、江川選手のこうフックは耳の後ろ狙ってんのかな、これ、あ耳の方狙ってくる ね、うん、聞くからね、この裏って、これ、試合中一発入った、いやー、聞いたパンチは一個もない、あ、一個もないんだ、うん、すごいね、耳の後ろ狙うと聞くんだ、そう、ここめっちゃ聞くんだ、これ、コーナー、そうこれやだよね、こう、ストレートこう伸ばしてさ、手をこう、顔に押さえるやつ、これやだよな、あれね、目を隠してるんだ、うん、視界を隠すっていう技、なるほどね、うん、ありなの、ここね、ここ、ここすごいやっぱ、うわ、いけと思ったけどね、けどなかなか倒れなかったんだよな、タフだよね、いいパンチも入ったんだけどね、この辺もやっぱ盛り上がったよね、お互いここ、うん、でもね、結構でも聞いてたと思う、それは俺も、いや戦いながら感じてた、うん、聞いてたんだけど、全然その落ちなかったね、うん、表情は変わらない、表情は変わらない、ポーカーフェイスでね、なんかあとずっと見てたって言ってるよね、うん、一応目は見てたね、だけど俺は近いから分かるよ、あ今ボディ効いたなとか、あ、うん、顔で分かる、周りから見たら顔はフォーカーフェイスって言ってたけど、俺はこう戦ってて、その一発ボディが入ったりとか、ボディが結構効いてたと思うんだよね、効いたら嫌だったと思う、すごい顔が変わったから、あこれおいけるわみたいな、足よりボディだったの、俺ボディ、まあ、足も意識してたけど、ストレートボディが結構絶対嫌がってたと思う、あこれやっぱラウンドガールもいいよね、ラウンドガール花がね、うん、この時のセコンドの、あ、そう、この時のセコンドもだからセコンドとしてはもう今勝ってるから、うん、また俺がなんかこういつも行き過ぎるの、うんうん、だから、ま、もその今のペースで負けてないからみたいなことを言ってくれたの、うんうん、
だから俺からしたら前回の試合のいろいろ反省点があって、うん、ここで止めちゃうとまた相手のペースになるから巻き返されると思ったから、うん、俺はもう行きたいって言って、うん、俺は行くって言って前に出た感じ。やっぱ行った方がお客さんもね、そうそう面白いからね。そうなんだよ、まあでもね、うん、セコンドからしたらもう勝ってるから無理すんなって思っちゃうんだよね。でもこの前回の試合とか昔の経験を生かして、もう絶対きつくても前に行くっていう、うん、やっぱこの3ラウンド見てて、やっぱこういつも3ラウンドぐらいになると達也って結構やっぱ落ちがちじゃない、うん、3ラウンド今回のこの試合もあんまり落ちず戦ってたから、 そこはなんかこうどういう変化なのかなって。だから多分そこの今も言ったけど気持ちの部分だと思う、うん、体力とかじゃなくて、うん、あ、ここでじゃあもうペースを落とそうとか、その温存しよう、もう勝ってるから温存しようとかってなると、もう相手のペースになって飲まれるんだけど、うん、本当その気持ちの変化だけだと思う。もうここで行くみたいな、うん、今のこう膝二段切りとかを初めて見たんだけど多分、ね、ああ練習してましたね。してたんだ。してますね。なんかその辺もなんかいつもとさ技の量とかが多くてさ、すごい安心して見れた。ちょいちょいやっぱ新技が出てくるんだよね、うん、そうスパーリングではやってんだけど、なかなか試合では試せないっていうのがよくある。今回でもあのバッカの頃もういないよ出なかったね。そうあいつも途中止まっちゃう、なんかこうペロンっていうあれが醍醐味なんだけどね。全くこれ今言おうと思ってみんなバカにしてくるやつね。無駄なことはやめようって。そうボディとかも、うん、こう下がるから効くんだよね、ボディって。相手のペースでボディもらうときも前にグッて出れば効かないんだよ、パンチがグッて止まるじゃん。なるほどね、途中でこっちに下がると効くんだよね。あだから全部前で受けようっていう感じ。あなるほどね。だからパンチも伸びないんだ相手の、はいはいはい、ここもうお互い笑って殴り合ってるからね。いやもうこれはねもう気持ちだよね本当に。すごいよね、まあ、やっぱお互い来いよっていう感じだから盛り上がるよねやっぱね。いやいやクソ楽しかったもん本当に、うん、気持ち強いし殴り合おうじゃないかと大岩っつって。解説が本当にね後半になったら達也寄りなんだよ。やっぱもちろんイーブンなんだろうけど注目っていうところで、そこも、もう絶対に諦めない、うん、下がらない、うれうれ、絶対もう喧嘩だもん、そうだね、お互いうれうれ、やっぱこういう試合がやっぱね見てて面白いよね、格闘技ファンの方。毎回思うんだけど、やっぱこう、ずっと殴り合ってる中この今のこの表情なのなるねーみたいな恥ずかしいけど、なんか楽しさと、うん、なんだろうこれ安心、いや勝ったっていう自信と、なんかが混ざって、この笑顔、うん、俺これ何回も見たけど、めっちゃ恥ずかしいんだよね。ちょうどこう、抜かれてたからねやばいかもしれないね、もう行っちゃってるね、行っちゃってるよね、うん。30対29ってなった瞬間にシュッと思って、うん、まあでも決まんなきゃいけないけどね、やっぱ最後まで、うん、よしと思って。ここも江川選手笑って、ね、うんうんみたいなね、納得いってる、すごい、いや本当ね、いい選手で、この時もまあ楽しかったです、ありがとうって。そこでありがとうって江川選手叫んだじゃん、うん、楽しかったよ、本当この試合楽しかった。こういう試合をやっぱね、どんどんしてきたよね、俺も。なんかコメント欄もさ、オフィは強くなってたみたいなコメントがあったけどさ、タケルがよくさ、タツヤ練習の方が強いみたいなよく言うじゃん。ほんと俺の中でこう自信がやっぱあったから、ずっと、うん、だからこの負けても、いやいや正直俺の方が強いし、うん、試合で出せてなかっただけだしってずっと思ってたの。でもそれは口にしてたら言い訳にしか聞こえないじゃん、まあ、だけどずっとそれを心の中で思ってたし、俺はこんなもんじゃないと思ってたし、うん、練習でやってきたことが本当。まあ、さっきも言ったけど試合でこう、うん、まあ、出せたのが一番良かったなっていう。急に強くなってどうしたのとか言ってこう本当に今回めちゃくちゃ言われるけど、ね、結構今後も楽しみみたいな声もあったからね、うん、でもまだ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 出してないよ俺、うん、まだまだもう5割6割出たぐらいだから、うん、まだまだいつ10割出るのまだそれを楽しみに、うん、それを楽しみにその10割が見えるところもっと強いから、まあ、やっぱここで、ね、KO で勝ってマイクで、ね、やっぱ聞きたかったよね。聞きたかったね。あとは本当そう、うん、この一発でしっかり倒せる技をもっと磨いていきたいなと思う。まあまあ試合をねこう見て改めてやっぱすごいいい試合でしたね本当、うん、舞台裏も K1 のチャンネルの方でいつでこう流れてくると思うんで。試合の再生数もやっぱ多いよね、達也の試合、注目されてたっていう、ありがとう。
がたいですね、本当に。まあ、本当、江川選手の地獄でもあるし。達也は分かんないけど、俺らはね、もう来月とかにも見たいよね。いや、でも俺もすぐ試合したい。あ、本当。あの、もう今は本当すぐ試合したい。俺も試合して。うん、お？あ？出たい。俺もね、本当試合、なんか格闘技やりたいなと思って、めっちゃ。おー。いや、今回、その、すごい近くで見させてもらって。はいはい。めちゃくちゃ格闘技やれてっていうのが出てきて、あ、これはこれはアマチュアもやったしな、うん、水もやったし、俺 K1 のアマチュアよりかは俺ブレイキングダウン出た、おーマジで出たい1分と思って、そう、ちょっとあの3分は正直体力きついから、1分いいじゃん、応募してもらう、1分だったら俺全然いい、総合ルールだったらなおさらレッスンやったしね、なおさら全然いいじゃん、おいっつって、もうキャラ強そうなやついねえ、名前覚えろっつっていいじゃん、できればもう遅いよ、三つぐで行くの早いよ、三つぐだよ、うん、まあ、あのやっぱマス選手がさ、うん、こうローカットもめちゃくちゃ褒めてたんだけど、それのちょっとなんか俺も俺とイムはやっぱ格闘技を今後やるとしてもそれを習いたいなっていうのあるし、まあ見てる方の中でも格闘技やってる方とかいると思うんですけど、はいはい、対策動画をね、ちょっとみんなに、まあ俺なりのね、皆さんにちょっと動画にしてお伝え、うん、して試合とか練習とかなんかに使え、喧嘩とかちょっと技をね、ちょっとディフェンスをね、皆さんにお伝えしたいなと。次回の動画は、まあ、ローカットの電磁動画と、うん、あとあの達也も今回勝って、うん、僕ら5月7日にあの大阪で、うん、そうだ、大阪でちょっと告知になるんですけど、ファン感謝祭というイベントをですね、やりますので、ぜひ詳細はですね、あの概要欄から見てもらって、ぜひ遊びに来てもらえたらと思います。イベントで、なかなか会えないファンの皆さんもね、そう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 、楽しく会えたりとか、はい、チケットも今絶賛発売中なので、はい、ぜひ概要欄からね、はい、チェックしてもらってお願いします。はい、会いに来てください。それではまた次回の動画で、じゃあな。もう卒業して、お、チャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう、今日もありがとう。